不思議な援助の話1。生まれながらにして、人間以外のものに、すなわち妖怪変化のもののところに縁つくべき約束のもとにあり、その娘が年頃になると主樹な形式でもってそこに嫁いで行くというような公費伝説がいくらもある。岩手県上平郡釜石町、板さは何がしといううちの娘に名よきものがあった。 この娘あるヒクワの葉を摘むとて裏の山へ行ったまま、クワの木の下に草履を脱ぎ捨ておいて、そのまま行くへ不明になった。家人は驚いて騒ぎ悲しんでいるとそこに一人の旅の行者が来かかりその訳を聞き、曰く、今は嘆くともせんかたないだろう。 実はこの娘は生まれながら水野小野主のところへと次行くべき援助と生まれ合わせていたので、今はちょうどその時期が来て、これから北方三十里ばかり隔たった江川の岸原隊というところの淵の主のもとに行ったのだ。しかし生命には決して別状あるわけではなし、かえって今では江川一流の女王となっていることであろう。 そしてこれからは年に一度ずつはきっと家人に会いに参るであろうとの話であった。この板沢家には氏神に大天馬という誇らがある。その祭りは秋9月頃らしいが、その前夜には必ずその娘が家に戻ってくる。玄関にはたらいに水を汲み入れその傍らに草履を置くと常にその草履は濡れ水は濁りてあったということである。 後世明日は大天馬祭りだから今夜は板沢の老婆が来るというような言い伝えになったのであるが近年はどうだかわからぬ。この原体の淵についての伝説はまだまだ他にもある。この淵の付近に農家が一軒ある。ある時この家の家族同時に三人まで急病にかかった。なかなか治らない。 ところがある日どこからとなく一人の老婆が来て言うには、この家には病人があるが、それは二日三日前に庭前で赤い蛇を殺したゆえだという。家人はそれを聞いていかにも思い当たりを理解していろいろと聞くと、その小蛇は実はこの前の淵の主の死者で、この家の三番娘を嫁に欲しいので使わしたのであった。 どうしても三番目の娘は水で死ぬとのことであった。その話を聞いていた娘は驚愕と恐怖のあまりに病気になった。そうして医薬禁煙の甲なくとうとう死んでしまった。その娘が病気になると同時に、他の三人の病人はたちまちに治った。そういう死にようゆえに家人は娘の死体をば夜中ひそかに淵のほとりに埋め、 偽の棺を持って公の葬式はした。1日ばかり経ってから淵のほとりに行ってみると埋めたところにはすでに娘の屍はなかった。この話は大正5年頃の出来事である。それからはその娘の死亡した日には、たとえ三つぶ振るまでもその家の庭前に雨が降る。 またその淵に意識などを投げ入れても必ずその家の庭に雨が降るという。この部落では娘の家への遠慮から淵で子供らが水浴することを厳禁している。どういうことでもこの淵に触るとその家の屋根に雨が降りかかるので、これはその美しかった娘の我が家への何かの心遣いであろうというのである。 そしてどこの難人が言い出したともなくその娘はその淵の三代目の主へお嫁に行ったのだということが伝承された。二代目には上平軍勝志村小賀代とか小賀ととかいううちの娘が上がったと言われている。その家では隣の釜石の祭礼には玄関にたらいに水を入れ草履を揃えておけば、水が濁り草履はまた濡れているとも言われ、 その日には必ず雨が降ること今日も同じであるということである。不思議な援助の話に。岩手県上平郡、松崎村、あざ、のぼにモスケという家がある。昔このうちの娘、秋頃でもあったのか裏の梨の木の下に行き、そこに草履を脱ぎ置きしままに行くへ不明になった。 しかしその後、幾年かの年月を経ってある大嵐の日にその娘は一人のひどく奇怪な老婆となって家人に会いにやってきた。その大使は全く山ん場のようで、肌には苔が生え指の爪は二三寸に伸びておった。そうして一夜止まりで行ったがそれからは毎年やってきた。その旅ごとに大嵐あり、一号ひどく難重するので、 ついには村方からの掛け合いとなり、何とかしてその老婆の来ないように封ずるようにとの言談であった。そこで仕方なくモスケの家にては巫女、山伏を頼んで、道軍青笹村と自分との村境に一つの石塔を建てて、ここ寄り討ちには来るなと言うて封じてしまった。その後はその老婆は来なくなった。 その石頭も大正初年の大洪水の時に流出して、今はないのである。道軍上郷村の傍所に一人の要望美しき娘があって、ある時急病で死んだ。一号一孫その死を嘆かぬものがなかった。それから三年ほど経ってある時道村の下流泥使う死山という新山に仮に行き、 カウチの沢というに迷い入ると、大変なガロに行き当たった。さてそれからはどこへも行きえぬので立ち止まり行く手の方を見るとある岩の上に一人の女が立っている。親不思議だ何者かと思ってよく見ると、それは千年死んだはずの村の娘である。カリドは驚いて、そこにいるのは何がしではないか。というと、 女もさも懐かしそうに舌を見下ろして、はいと答えう。カリュドはどうしてお前はこんなところに来ておった。家ではお前は死んだものとばかり思って嘆き悲しんでいるのにというと、実は私は死んだように見せかけられて、こんな深山に連れてこられております。私を見たということを村に帰っても決して言ってくれるなと女は言う。 カリドは重ねてそれはどうしたわけかととうとう、私は夫との間に幾人かの子供もあったが、夫は見直れに,にぬからと言ってどこへか持って行ってしまう。多分殺して食うことと思います。それが怖く辛くて幾度かこの山を逃げ出そうと思っても、もう心にそう思ってさえすぐに悟られてそれを責められる。 今はもう諦めてここで死ぬ決心をしております。夫は普通の人間とそう違いがないがただどうもお互い深くて困ります。そして私には普通の語で話すけれども、時々より集まってくる同輩どもとは私には全くわからない言葉で話しております。 さあこうしているうちにも夫が帰ってくるといけないから早く元来た方へ帰ってお行きなさい。宣告も言った通り決してこの山で私を見たということを村に帰ってから話してはなりません。もし忘れて話したらその夜のうちにもお前さんの命と私の命はなくなりましょうと言った。 これはその狩人が老年に及んで死ぬ時に話したことであったということである。道軍、坊村というので、非常に要望よき一人の若者が急死した。それがまたある狩人がある山にて、不思議な山女とずれだって歩いているのを二三年経ってから見たというような話もあった。これは女ではないが同志向のものである。 世の話した柳田国雄氏の塔の物語にもあるが、女は比較的無事円満に山に住み山男の子供などを産んでいることができるらしいが、男は他人の山女に縁引きされるとはじめのうちはひどく厚遇されるけれども、勢力消耗してくるとたちまち殺されて食われてしまうということである。その男子も今生きていれば五十七八になるが、 18、9歳の際に死亡し山まで見られたというから、もう今は、特に殺されてこの世におらぬことと思われる。道軍大土町大土川の付近、塩内というところに一人の娘があった。この娘は生まれながらに土地の巫女から水晶の者ののもとへ援助に取られると予言されておったが、やがて13歳になった時の夏の日、 大土川にて水浴するとて放配の女児ともし五人ずつと共に常に川に行くが、この娘のみ一人ずれから離れてある岩のほとりにより水中に体を浸していたが、そうすることし五日してからついにその水中に沈んで死んだ。死体を見ると陰部に粘液が付着していた。多分うなぎか何かの仕業であろうと言ったと、 これは今より十年ほど前の話である。陸全国気仙郡花輪村の竹駒というところに一人の美しい娘があった。ある時この娘が外で遊んでいるところをマスワのワシにさらわれて道軍有住村のつのがし淵というに落とされた。すると淵の中より一人の老人が出てきてその娘を背に乗せて家に送り届けた。 実はこの老人は酒であった。そうしてこの老人は強いて娘に結婚を申し込んでついに夫婦になった。その子孫の者は今でも決して酒を食わぬということである。不思議な援助の話さん。高劣気してくると、かのみは色光比その他の蛇族や、カッパや猿。 狼に見込まれてさらわれてゆきまたはとついでゆく体の事柄とは自然とその根本において異なっている。この話の方は生まれながらにそうなれとの因縁でもって三画の種にとつぐということである。そこに大きな差異があるのである。この話例の公費で注意を要するところは、その誘拐される娘なり青年なりが、 我々の目には一旦死亡の形式になっていることである。私はこういう例を多く知っていると非常に好こうであるけれども、今はそれを探索する気を得ないのもやむを得ないことである。けれどもそれに類似の話を一に記してみよう。陸中東の号北が目のものら、 五六人の同行でではの湯戸の山を駆けに行ったことがあった。駆け下してきて森林帯の尾根に一行が差し掛かると一番後に立ち少し遅れていた王子も何がしという男、顔色を変えてみんなに追いつき、今の呼び声を聞いたかという。みんなが何の呼び声かと聞くと、おやそれではお前たちには聞こえなかったのか、 今この深沢で女の叫び声がしたが、どうもそれが俺の女房の声のようであったと言ったが、それからうつうつとして楽しまず家に帰るととうとうやみ出して死んだということ。その女房というのは三年ばかり前に死んでこの世にいなかったものだということである。この話と似た話はまだ私の記憶にある。 前に同郷何菓子という者ども、気仙群御用山を駆けに行った時にも、そのずれの一人が森林中にて前年なくせしあ祭の声を聞いたと言ったが、これも山から帰る早々やみついて死んだ。こういうような信仰は三号の人々の間には今日でもなお新しく生きている。 そしてそういう風に死んだ者は山男山女のおからの中に行くと言われている。またそうでなく友農家の若い息子が急に死ぬることなどがあれば、それに対しても直ちに神秘的な想像や噂が立つことがある。前期道教の土淵村の某所にて、村中に、 草相撲などにいつも人気を呼んでいた私の近所の町名という若者、陳樹の相撲帰りに急に病んで死す。その時などもその若者が息を引き取ると同時に、家の後ろの山から一人の大男が飛ぶように降りてきてその家に入ったのを見たものがあった。 これは山男ですなわち町名は一旦県族の前には死んで山男の族に行ったものだろうというのがもっぱらの評判であった。また私の隣家に小町という十七ばかりの娘が流行官房か何かで亡くなった時にも、前日と同様な噂が立ったこともある。 とにかくこういう風に若い娘や男のある種の死をもって魔物多少への不思議な血縁のなるものだとする信仰は古い我々の祖先の略奪結婚の変態した信仰形跡の名残であるか否か、または真実に、川淵、 古障の種や新山有国の山男の族というような多少の魔物が存在しているかどうかは、その方の、交渉学の諸先輩にお任せするのが適当な礼儀でもあり、また便利でもある。